定番中の定番ブランド、もう120年ぐらい続いてるブランド。160年ですね。恐れ入ります。内側に来るそういうディティールを外側に用いてます、はい、決して裏返しにしてるというわけではありません。靴を磨くならセンスを磨け、 OB パーソナルスタイリングサービス代表の大藤です。最近多いねこの企画。多いね多いね。出会うよね。出会うか。なんかやっぱこう新しいシーズンになってるから、僕らもやっぱりこう新しいものを見る機会が多いってことだよね。行くたんびにこうなんか目新しいのがあるってことだよね。はい、はい、今回ももうサムネで多分ちょっとバレてるかもしれないですけど、はい、勝手におすすめしちゃうシリーズ、はい、はい、でございます。今回ご紹介したいのはもう定番中の定番、はい、定番中の定番ブランド、もう120年ぐらい続いてるブランド。160年ですね。恐れ入ります。アメリカを代表するブランドですね、フルーツオブルーム、はい、皆さんも多分知ってるかと思うんですが、フルーツオブルーム、もう昔からもうずっと着てますね私も。はい、はい、のアンユーズドというブランド、あの知ってる方も知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、フルーツオブルームとアンユーズドのコラボレーションですね。はい、はい、これ本当に面白い。今僕も着てるんですけど、めっちゃ面白いよねこれ。めちゃくちゃ面白い。パッケージちょっともらえます？はい、お店行ったらねこういう感じでこのパッケージでポンって置かれてて、店頭にこれフルーツのなんか別注、何の別注みたいな、アンユーズドの別注じゃんみたいな感じで、まずそこからちょっとスタートして、で開けてみたら、びっくりっていう感じで、こんな、見てこれ、わかります？本当はね裏にこう来る仕様を表に出して作られているという別注でございます。まあ結構アンユーズドこの多分仕様をやることはあります、あるんですけど、まあフルーツとこれをまあやるっていうのは多分フルーツ史上初めてなんじゃないかなっていう感じでございますね。アローズさんでね、アローズさんで、はい、一部をその外に出す、内側を外に出すっていうことは結構いろんなブランドやるんですけど、このアンユーズドに関しては全部が全部内側が外に出てるっていう、こういう部分も外に出してます。そして袖もそうだし、裾も、まあひっくり返してみたよくよく考えてみるとひっくり返しただけなんじゃないかっていう風に思ったりもしたんですけど、なんですけどちゃんとねプリント、こういう風にね内側にこうやって入ってますよっていうのと、一応なんかいろいろ調べると、これはもうちょっとね概念だから、もうこのブランドの概念だから何とも言い切れないけど、アンユーズドとしては内側に来るそういうディティールを外側に用いてます、はい、いう、だから決して裏返しにしてるというわけではありませんっていうことなのかな。そういうメッセージは書いてはいなかったけど、そう解釈してもらうとね、そう、そういう解釈、僕らの解釈としてはそういうこう解釈でいいよね。めっちゃもう即買いだった。即買い、即買い2個、即買い2個、そう、みんな2個、はい、私白着てますけど今黒も買ってます、はいはい、めちゃくちゃいいです。はいはい、なんだろう、こうやってインサイドアウトっていう手法が結構こうメゾンマルジェラがね始めて、結構その洋服を作るそういうまあ業界の人たちいろいろにこのテクニックっていうのは用いられてはいますけど、正直その縫製がやっぱりちゃんと綺麗じゃないとこれは成立しない。なのでアンユーズドとしてはやっぱりそれだけ自信があると、裏にこういうねまあステッチが全部こう表に出てくるわけですけど、こういうステッチの目飛びだったりとか糸がピョンって出てるとかっていうのが絶対にうちはないというふうに多分自信を持ってるから、だからこういうふうにインサイドアウトっていう手法がしっかりとできると、これはもう本当にブランドのやっぱり歴史とアンユーズドのね、はい、ここまでやっぱり培ってきたものなんじゃないかなというふうに思います。アンユーズド日本のブランドでございます、はい、取り扱いしている店舗はどうだろう、アローズ、まあ多いんじゃないですか、最低セレクトはそうだよね、置いてんじゃないですかね。もうスタイルがもう本当に昔から変わらない、そういうこう一本筋の通ったブランドでございます。よく皆さんチェックしていただければかっこいいお服いっぱいありますんで、はい、はい、形もね僕は今着てるんですけど、着用動画こんな感じになるんですが、フルーツとしてはそんなに多分ここまで大きいシルエットっていうのは作ってない。アンユーズドは結構ビッグシルエット得意
で肩のこの落ち方とかそういうところを見ても多分形を変えてるのかっていう感じ、正直定かではありませんが僕らはそうなんじゃないかなっていうふうに思ってます。もともとのねフルーツの元ネタも、うん、知ってるので、なのでおそらく多分形を変えてるんじゃないかなと、はい、素材に関してはコットン、白と黒に関してはコットン 100% でグレーはポリが入ってる、グレーはポリエステル 3% 3% ポリが入ってるっていう感じです。グレーに関してはちょっとねそこの店舗には置いてなかったんで僕らは見られなかったんですけど、あのオンラインであのチェックしていただける木グレーですよね。木グレーですね、はい、まあ定番の3色ですね。ですね、はい、で2枚パック2枚入ってて6600円、はい、いいよね、はい、いい。サイズは4サイズの展開、はい、1234、はい、でニーヤがこれが4一番大きいサイズでございます。まあ結構たっぷりしてる、まあ、多分身幅100グルーで120以上あると思う、これは全然、うん、っていう感じですかね、はい、なのでまあ本当にこれ生地も本当サラッとした感じのコットンですごい着心地よくって、乳首問題結構気にしてはいたものの全然大丈夫よね。大丈夫だよ、意外にいけるねっていう、うん、全然 OK かな。黒はもちろん大丈夫だと思いますの で、はい、で白も本当に乳輪が黒くない限りはおそらく大丈夫なんじゃないかなと。大丈夫です思います。はい、ちなみにこれね裏返しでも結局リバーシブで、そうこういう仕様でタグもシールの製品タグがついてる、はい、じゃこれちょっと見てもらおう。こういうね製品のタグがシールなんですよ。だからこれを取っちゃえば正直裏返しちゃう。フルーツの要はロゴが表に来るっていう感じ。こうすると普通の T シャツの仕様として使えますよっていう感じなんですよね。はい、裏を持って変えたったっけ。いやいや、それはもう言わないようにしてください。このフルーツアンユーズドっていう、これ4っていうのはサイズね、これが外側に出る、まあこれを見せて正直リバーシブルで楽しむも OK という感じかなというふうに思います。もう夏はガシガシ着るだろうね。めちゃくちゃいい、うん、この形は本当にすごくいい。アンユーズドは結構カットソーの形はすごいいい形多いんで、すごいいいかなっていうふうに思います。時計はめっちゃいいよね、うん、全部、はい、っていう感じですかね。はい、はい、ということで今回はですねフルーツオブルームとアンギューズドのコラボレーション、コラボ、はい、別注、まあどう言っていいかちょっと分かんないですけど、はい、気になる方に関してはビューティー&ユースのオンラインかな、ね、自分たちはユナイテッドアウトで買ったんだけど、買ってます。でもあの一応アンギューズドの、はい、オフィシャルのページでもチェックしていただけますし、ご購入もしていただけるっていうことなんで、はい、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、以上ですかね、はい、以上です。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。お願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。